それでは今回は学校で使うリトマス紙や BTB 溶液などの酸性や中性アルカリ性を調べるものについて特集していきましょう。はい、ね、科学のアイテムでね、いろんな性質を判別するアイテムがいろいろとありますが、はい、それをやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、こちらにですね、3種類の透明な液体を用意しました。はい、はい、ね、まあこれ今書いてあるから分かるように書いてあるからいいものの、こうやってやられたらもう全くなんだか分かんないですよね。分かんないですよね。はい、まあ、ちょっとこういうものをね、どういうふうに判別するかっていうね、いろんなものがありますので、はい、やっていきましょうか。はい、お願いします。はい、ではまず定番ですね。はい、こちらリトマス紙。はい、はい、赤色のリトマス紙と青色のリトマス紙があります。はい、これがね、こちら炭酸水、はい、食塩水、石灰水でどう変化するのか見てみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまず青色やりますか。本当ですか。いいですか。はい、じゃあ、お借りしますね。はい、じゃあまずこれ青を、じゃあ炭酸水からいきますか。はい、そうですね。はい、じゃあいきます。はい、青色リトマス紙を炭酸水につけると、はい、赤く変化します。します。ということは、はい、これで酸性ということが分かります。はい、青色を赤く変化させるのは酸性ということですね。はい、じゃあ次食塩水にいきます。これは特に変化がないと。はい、中性の液体だと青色リトマス紙は変化しないと。はい、最後は石灰水いきましょう。よいしょ、これも変化しないですね。はい、アルカリ性の液体もね、青色リトマス紙は変化させないということですね。はい、ということで、じゃあ青色のリトマス紙は酸性に反応すると赤くなると、はい、っていうのが分かりましたね。はい、じゃあ次に赤色リトマス紙やっていきましょう。はい、じゃまず炭酸水から酸性ですね。はい、いくよ。これも変化はないですね。はい、赤色リトマス紙は酸性では変化しない。はい、じゃあ次が、中性の食塩水に出していきます。はい、よいしょ、これも変化しないですね。最後にアルカリ性の石灰水やっていきます。はい、おお、これが青に変化すると、こんな感じですね。はい、そうですね。赤色リトマス紙はアルカリ性で色が変化すると、はい、青くなるということですね。はい、まあ、これいろいろ覚え方とかありますけど、どうやって覚えました？覚え方ですか。覚え方か、いろいろありますよね、これ難しいから。あ、僕は、はい、あのアルカリさんっていう人が、はい、ちょっと赤信号を青い顔して渡るみたいなイメージで覚えましたね。赤信号を渡るのってやばいじゃないですか。はい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 、だけど青い顔して渡るっていうので、赤色が青色に変わるっていうので、アルカリ性。そういうのがあるのか。自分は片方固定しちゃってて、はいはい、まあ、酸性が梅干しってなんかよく、お、確かに酸性梅干しって覚えてて、赤くなるじゃないですか、梅干しって、はいはいはい、赤くなるものが 青い梅が赤くなるから、それも酸性って固定して覚えちゃって、うん、じゃあアルカリはその逆だよねっていう感じで覚えてましたけど、それも分かりやすい。本当ですか、ありがとうございます。うん、なんかいろいろ覚え方があるのでね、ぜひ覚えていただければと思います。はいはい、では続いてね、はい、BTB 溶液というもので酸性アルカリ性中性調べていきましょう。はい、お願いします。了解です。はい、こちらにまたね、炭酸水、食塩水、石灰水用意しました。酸性、中性、アルカリ性ですね。はい、どう変化するんでしょうか。じゃあまずは、酸性の炭酸水いきましょう。はい、はい、1、2滴くらい入れて振ってあげると、はい、黄色く変化しました。ちなみに炭酸水はちょっと弱い酸性なんですよね。そうですね、若干弱い酸性ですね。なので色がちょっと黄色が薄くなる。だから塩酸とかでやるともっと濃くなるんですかね。ですかね、かもしれないですけど、なんか肉眼だとすごい綺麗な黄色ですよ。ちょっとカメラだと撮れるっていうのもあるかもしれないですね。はい、じゃあ次に一回石灰水の方に行ってみますね。はい、じゃあアルカリ性いきましょう。はい、アルカリ性で BTB 溶液は、はい、綺麗な、ね、青になりましたね。では最後に中性の食塩水いきます。はい、はい、ということで緑色になりましたね。なりましたね。はい、なので BTB 溶液でも3つ調べることができて、酸性だと黄色、うん、はい、アルカリ性だと青で、中性だと緑になると。はい、はい、これもぜひ、ね、覚えておきましょう。はい、では次はですね、フェノールフタレインという指示薬使ってみましょう。はい、ちょっと聞き慣れないやつですよね。うん、そうですね、中学校でようやく習うっていう試薬ですかね。ではこれをまず
じゃあ炭酸水、酸性ですね、はい、に落としてみます。はい、はい、特には変化はないですね。そうですね、はい、無色透明では変化しないと、はい、はい、では中性食塩水に垂らしてみます、はい、これも変わらない、ね、はい、変化なしですね、はい、ではちょっとアルカリ性の石灰水、はい、はい、おお、もう明らかに変わってましたねかなり濃い赤に変わりましたね。なるほど。ということはフェノールフタレン溶液はアルカリ性のみに反応するということですかね、はい、そうですね、アルカリ性で反応する指示薬ということですね、はいはい、だからアルカリ性を調べるのにはフェノールフタレインを使うということですね。これは、強いアルカリ性であればあるほど濃い赤になるということですね、はい、アルカリ性の強さによってね、はい、色の濃さで分かるということですね、はい、じゃあ続いてですね、はいはい、あともう一つですね、はい、酸性アルカリ性ではなくて、はい、まあ、水があるかどうかを調べるものがあります、はいはい、それがね、まあ、こちらですね、塩化コバルト紙というものです、はい、塩化コバルト紙、はい、で今ちょっとね、乾燥剤に一緒に入れてあるのには理由がありまして、はい、これ水と反応するので、はい、空気中の湿気と反応するんですよ、はい、だからこれ、ね、僕も買った時ね、すでにですね、はい、もう変化しちゃってるんですね、色が変わってると、はい、で塩化コバルト紙っていうのは、はい、まあ、コバルトが入ってるんですけど、塩化コバルトが染み込ませてある紙なんですけど、はい、普通は青色なんですけど、水を染み込ませるとピンク色になるんですけど、なるほど、もうすでにピンクっていう、これ肉眼で見たら分かりやすいですね確実にピンクです今そうですね、ちょっとこの辺じゃ外してここに載せますかね、わかりますかね、いや白の上に乗せてもピンクかわかんないくらいのもはや白に見えますね、まあ、確実に青ではないっていう、そうなんです、水色ではないですからね、はい、こういう場合ね結構ありますから、こういう場合はですね、ドライヤーで乾かして青色に変えてから使ってください。なんで、で塩化コバルト紙こっちはねよく乾燥させておいたので、はい、はい、まあこんな感じですね、はい、青いちょっと青みを帯びてる水色っぽい感じですね、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとこれをですね、これはね水を判定する紙なので、はいはい、水につけてみましょうか、はいはい、手の水分とかでも反応しちゃうのでね、ピンセットで触りましょう、相当扱いが難しいですね。そうなんですよね、はい、では塩化コバルト紙を、ね、水につけます、はい、そうすると一番わかりやすいのは多分ここの線が一番ピンクが出ますよね、はっきり。そうですね、うん、はい、どん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 この撮影中にも全体がピンクに湿度吸っちゃってるのでそうですね、すぐなっちゃいます ね、 ますね。ちょっともう一枚、もうちょっと青っぽいなの探してやりましょうか。まあ、一応水があるとこうやって塩化コバルト紙で調べることができると、うん、そうですね、で、はい、ここを置くと、はい、さっきのやつもピンク色に、上までピンク色になっちゃってますね。これちなみにドライヤーかけると戻りますか、この2枚とも。そうですね、ドライヤーかけるとまた乾燥して元に戻ると、戻る、はい、じゃあちょっとこれをねドライヤーで乾燥させてみます。はい、うわっ抑えますよ、あれです、はい、あれ俺の水分もあるか、どうだろうな、あーでもいや確実に分かると思います、青になりましたね、俺の指先のところ青ですもんね、ね、結構分かりやすいですね、ここだけもともと青ければその下がピンクってなってるので、やっぱここまで乾燥させ、すっごい青になりますねこの子ね、そうなんですよ、だから、まあ、一回ドライヤーで乾燥させてからやるとより変化があれなので、そう、もう一回やってみますかどうすか、ちょっと乾燥させたやつでちょっともうちょっと変化見せて終わりしましょうかね、はい、でもこれは学校でやるときは本当使うなら注意ですよね。そうなんですよね、ただ先生の説明聞いてるときにもうピンクに変わっていくとか普通にあるでしょうし、塩化コバルト紙意外とね、あ、すごいですね、使いにくいんですよね。じゃあ最後1枚だけやりましょうか、はい、乾かして、これちょっと私の指であれですけど見えますかね、見えますか、全然違うんですよ、青って分かりますもんね、多分カメラ越しでもでも使ったらすぐもう乾燥剤の中入れないとっていうね、はい、全部ピンク色に変わりますからねはい、じゃあ一旦ちょっとこれを乾かして、はい、はい、青くします。あ、置いてます、すごい、
めちゃめちゃ美しい水色の、ね、はい、髪になります。これはあのシリカゲルとかの乾燥剤でも、はい、あの青い粒入ってるじゃないですか。 はい、あれと一緒ですね。あれも塩化コバルトで、湿度を吸い切っちゃうとピンク色に変わってもう使えないよっていう判定に使いますね。じゃあいきますね。いきます。あ、ものすごい分かりますか皆さん。あ、分かりやすいですね。めちゃめちゃ分かりやすいですね、はい、なので水色の塩化コバルト紙が水があるとピンクに、はい、変化するということですね。